イメージ通りなところはありますけど、うんうんうん、そうですね。カキーラがやっぱりリーダーシップ取ってくれるんで。カキーはすごいですね。かっこいいですね。かっこいいですね、うん。あれはでも彼にしかできないリーダーシップの取り方ですね。そうなんですよ。うん、元からね、特殊な人物とか思ってはいましたけど。ホンダ乙女ゲームですよ。性能がすごい高い。スペックが高すぎる。プロフィールがちょっとおかしいだろうっていうプロフィールですからね。本当に、うん。すごいですよ。とどめの職業声優ですからね。最強かって。クリスマスイブ生まれ。ドイツ出身で。血液型も希少でって。ねえ。すごい感じです、ね。ちょっと憧れますよ、ね。憧れますよ。そういう発見なんかはありますね。でもやっぱりなんか皆さんすごい優しくていい人たちだなっていうのが一番強い印象ですかね。うん、これ、柿原とは専門学校で同じクラスだったから。そうだ。そう、なんかすごいだから変な感じ。そうだ。だからこういう10年後とか何十年後とかに同じ現場でこういう風にやってる。同じクラスだったんですか？同じクラスでしたよ、僕。マジで？はい。そうなんだ。知らなかった。まあでもね、まあ不思議な縁ですよね、こういう。ね。いいことですよね、それは。そういう話題で。はい。ということで、新しい発見。